上皇はいつ頃からお刀を作り始められたんでしょうか。うん、まあ今に残された作品がありますよね。はい、今に残された作品から現物から推定するにね、はい、大体鎌倉初期の上元頃、うんうん、西暦の1207年、うん、前後からと言えるでしょうね。うん、1207年というと頼朝が没後7、8年ですよね。頼朝が亡くなられてね、その頃からですか。うん、そのところから後鳥羽上皇は、うん、北条義時の執権政治に不満を抱き、うん、一朝ことが起こった時の備えに刀を作り始めた。備えで後世よくそんなこと言われますけどね、備えというよりも、さっきも言ったように後鳥羽上皇は自らの信念、うん、信条のために作刀に励まれたと思うんですよね。もちろん天皇は神ですからね、はい、神に敵対するものは人気で征伐しなきゃなりませんから、うん、はい、まあ、自らが刀を打たれることによって、はい、京型、はい、院型の武士の心の引き締まりも期するところは当然あったでしょうね。うん、しかし戦の道具をね、はい、作り出すというね、気持ちは上皇にはなかったはずですよ。士気を鼓舞するという気持ちはあってもね。なるほど。うん、後鳥羽上皇が御所に刀鍛冶を招いて、うん、手ずから刀作りに勤しんだというのは、うん、歴史上の事実として考えていいんでしょうか。うん、我が国の正史には出てこないんですね。正史にはない。はい、まあ吾妻鏡などの当時の記録はね、はい、その鎌倉幕府を正しいとして、はい、京型のことには触れてませんからね。あ、なるほど。上級記にはね、はい、このようなことを書かれて、その後の話ですよ。はい、御所焼きという、はい、彦ゆるたちを履いたり蹴り、はい、とかね、はい、君御手ずから焼かせたまい蹴り、はい、とか、はい、いう記述はあります。なるほど。その後の室町時代の方にもたくさん出てきますけどね、はい、水戸光圀の大日本史にはね、はい、御所焼きと号して、はい、多くの武人にたまい、はい、これをはかしむとか出てきますよね。なるほど。ですからこれを見ますと後世はさっき君が言ったように、はい、たくさん士気を鼓舞するために刀を作って、はい、その作った刀を自分の味方の武将や大将に、うん、持たせたんだと、うん、なるほど、いうふうにこの後鳥羽上皇の作刀を、はい、そっちの方に持っていく傾向がありますね。なるほど。存在を間違いないと決定づける資料は残ってるんですか。それがあるんですよ。そう言いましたよね。三尊のエビビの立ちの時に言いました、国立国会図書館にある勘違い本、名尽くし、はい、まあ、名尽くしって言ってるんですけど、はい、ここにですよ。こういうふうにね、これ別に刷ってますけどね、はい、16葉の菊の紋があって、はい、しかも吉帆を結んだ12名の刀鍛冶の名前がここに書いてある。はい、なるほど。これが動かぬ証拠ですよね。勘違本明治尽くしというのはさすがに重要文化財に値する貴重書物ですね。ですね。後鳥羽上皇が手ずから刀を打ったということは、うん、当時の刀鍛冶にとっては無上の光栄だったことでしょうね。この頃を栄えとした刀鍛冶の技術が飛躍的に向上していったというのも分かる気がしますよね。そうだ、天皇上皇がお相手を務めてくださったっていうことはね、うん、まあ、特に御番鍛冶に指名された刀鍛冶の誉れというのはもう製造、想像絶するものがあったでしょうね。うん、うん、御所に召し出されたのはほとんど備前備中山城の鍛冶ですよね。そうですね。平安時代はもぐさ鍛冶が、うん、先端技術者だったんですけども、はい、鎌倉初期にかけてはこの三国、うん、備前備中山城が先進国だったんでしょうね。はい、そしてこれ以降ますます備前国は小備前小一文字から福岡一文字へね、うん、
で備中は小青江からすがすがしい青江、うん、そして今日は粟田口とかね、はい、雷が栄えましたよね。あで鎌倉には新東湖、国光とか政宗、はい、うん、で大和や九州にもたくさんの名工が生まれましたね。これをきっかけに、この承久乱をきっかけに完全に武士の世になりましたからね、うん、刀が黄金時代と言われるはずですよね、刀剣のね。社長、ところで、うん、院が手づからを作りになり、うん、焼き入れされ、うん、さらに16葉の菊の御紋が、うん、未だに幅木下に残っている、うん、800年前の菊の御作は、うんうん、今でも現存しているんでしょうか。だんだん面白くなってきましたね、うん、もうそうこなくちゃね、うんうん、それが存在するんです。存在する、うんうん、しかし刀身がね、健全で、はい、この勧進本に出てくるような菊の紋章がね、はい、幅木元に消えずに、うん、残ってるっていう刀は、はい、私の知る限りでは6本しかありません。6本ですか。はい、私ちょっと予習していろいろ調べたんですが、うん、十分十尾十葉特十と、うん、6本どころじゃなくですね、うんうん、中には24葉の菊や、おうおう、うんうん、菊一目と書いて、はいはい、そのような作も菊の御作として伝わっているというふうに思うんですが、うん、確かにあの無名のものたくさんありました、はい、現に十葉美術品、これ厳島神社、はい、明治20年の火災で焼けたんですけども、しかしまだ菊も少し残ってますよね。あら、はい、しかし刀身は焼けてるわけですから、あ、見事場上皇后焼き入れされた刃は残ってないんですよね。残ってない。まあこういうものを除くとね、はい、6本だと私は言ったんですよね。もちろん私の知らない菊の御作もあるかも分かりませんけどね。そうです、うん、具体的にその6本というのは教えていただけますか。あ、まあ1本はね、はい、あの松平家にある二尺五寸七分の、はい、これだけなんですよ。小青江風、渋い小青江風の刀なんです、太刀なんですよね、はい、中子は木地又になって、はい、これが十分1本目、はい、1本目で、2本目もやっぱり十分でね、うん、これ私見たことないんですけど、写真資料だけしか見たことないんですけど、はい、黒川古文化研究所の長寿乱れ出来のね、はい、十分の太刀がありますよ。これも2尺、これ2尺4寸ぐらいだったかな、記憶によれば、はい、3番目が尾張徳川黎明会の図録に出てきますよね。これ私も尾張黎明会見に行ったことあるんですけど、はい、尾張徳川黎明会のこの図録に出てきますよね、うん、はい、ここに出てくるのがこれだ、尾張徳川黎明会にありますよ。一文字風の、はい、これも十分なんですけど、これは二尺三寸五分、二尺三寸の長さですよね。なるほど。もう一本は、はい、4本目、次4本目ですね。4本目が東京国立博物館にあってね、はい、上杉家から献上されたって書いてありますよね。これも備前殿の二尺五寸の、あ、これも備前殿、うん、結構華やかな乱れの太刀ですよね。今何本言いました？今4本目言いました。で、5本目が、はい、特別重要刀剣に指定されてる、これ一番立派なんですけど、はい、2尺4寸8分7厘の特十の太刀がありますよ。これは乱れ移りが鮮明に立った、はい、重ねのしっかりした、うん、刀ですよね、うん、で6本目が、はい、私が しばらくっていうか長く持ってましたよね、はい、ありましたね。十尾は、うん、小一文字で十尾になってたかな、うん、で知らずに審査に、それ知らないで審査出したら、はい、菊の五作で特別重要刀剣になりましたよね。これは菊紋が残ってるんですけど、菊の下にこう急角度の斜めにこう一みたいな字が切りつけてあったんですね。これはもうはっきりとした菊の五作です、うん、はい、ちょっと細身ですけど、まあ長さ2尺4、5寸あったかな、うん、うん、なるほど、あの優美な、はい、これはね完全に鎌倉最初期の
一文字に見える太刀でしたね。この6本です。なるほど。はい。